太田、お前無断遅刻しやがったな。数字を上げてれば何でも許されると思ったら大間違いだぞ。給料から引いとくからな。え、店長、遅刻じゃないです。今日はお客様のところに行ってから出社すると昨日もお伝えしましたし、ホワイトボードにも直行と書いてあるはずです。ホワイトボード見てみろ。何も書いてないじゃないか。そんなはずは。え？俺は確かに昨日、沢本様直行、11時出社予定と書いたんだ。それが跡形もなく消されていた。お前なんてどうせろくな営業もしてこないくせに、無断遅刻までしやがって。店舗の士気に関わるんだよ。近藤店長の怒鳴り声は収まらない。お前なんていてもいなくても同じだ。むしろいない方がいいんだよ。いない方がいい？店舗内セールストップの俺が？いない方がいいってことでしたら、わかりました。後悔しないでくださいね。毎日の叱責で疲れ果てていた俺は、店長の言葉に張り詰めた緊張の糸が切れ、休暇を取ることにした。一週間と言わず、一生休暇にしてしまえ。近藤店長はそう言って笑っていたが、近藤が笑っていられるのも今のうち、次の日から始まる人生を変えてしまうような悪夢に、近藤はまだ気づいていないのだった。俺の名前は太田浩二。地元の大手自動車販売店で車の営業をしている28歳の男性だ。会社には新卒で入って、もうすぐ勤続7年目になる。もともと車と人が大好きだったこともあり、その車と人を結びつける営業の仕事は、俺の天職だと思っている。うちの販売店で取り扱っている車は種類が多くて、毎月のように何かしらの車がマイナーチェンジやらモデルチェンジやらをする。そうなると当然覚えるべき商品知識も膨大になってくるので、同僚の中には覚えるのに苦労している人も多いが、俺にとって商品知識を覚えるのは趣味の延長のようなものだ。毎月新情報をワクワクしながら覚えている。わざわざ覚えているという感覚もないくらいだ。社内の研修資料だけでは満足できない俺は、車の専門誌なんかも何冊か定期購読していて、家でもお酒を飲みながら読んで楽しんでいるのである。そういえば、他の大手自動車販売店なんかだと、営業スタッフは頻繁に移動があって、2年か3年もすると、店舗から別店舗へと動かされるという話を聞くこともある。が、うちの会社は何か問題でも起こさない限り、基本的に同じ店舗で長く勤めさせてくれる。お客様と家族ぐるみで長くじっくり関係性を深めるのが得意な俺にとっては、これもありがたいことだった。まだ新人営業だった頃からずっと担当させてもらっているお客様も何人もいるし、お店が休みの日にはお客様のプライベートにお呼ばれすることもある。先月も割と新しいお客様からお嬢様の誕生日パーティーにご招待いただき、ありがたくお祝いさせてもらったばかりだ。営業成績の方も、会社経営やいわゆる事業をされていて羽振りのいいお客様にも恵まれて毎月上々だ。しかし趣味の延長だなんて思いながらのびのびと気分よく仕事をしていた俺に、新年早々事件が起こった。事件というのは、定年退職するうちの店長の後釜に近藤という社員が来たことである。この近藤、とにかく昔から俺のことを目の敵にしているのだ。先輩にこっそり聞いたところによると、俺が新人営業だった頃のとあるコンテストが原因らしいのだが、そのコンテストは新規のお客様を期間中に何件獲得できるかというコンテストだったのだが、商品が豪華だったということもあり、近藤はかなり力を入れていたらしい。そして途中までは近藤が1位を走っていたのだが、俺が偶然パタパタと新規商談に恵まれて最後の最後で逆転してしまった。近藤は自分が力を入れていたコンテストで新人に追い抜かれたのが悔しくて、それ以来俺に目をつけているらしいのだ。なんとも器の小さい先輩である。近藤とは担当店舗が違うとはいえ、同じ会社に勤める営業社員同士なので、これまでも顔を合わせる機会はしばしばあった。本部で行われる営業研修などですれ違うたびに、
近藤はわざと聞こえるように俺の悪口を言ってくる。太田は信用ならん。コネだけで車売ってるようなやつだからな。あいつの営業は家族を巻き込んでるだろ。奥さんにお世辞使っていい気分にさせて売ってんだよ。太田は口先だけで客を騙して売ってるようなもんだ。すぐに通用しなくなる。おいおい、コネで車売ってるってなんだよ。確かに俺は人と人とのつながりを大事に営業の仕事をしているが、それをコネとは言わないだろう。奥様にお世辞は、まあたまには使っているが、いや営業なんだから、ご本人にしても奥様にしてもお世辞の一つや二つ絶対に使うだろ。近藤だってそれぐらいやらないわけないだろうし、むしろやるのが礼儀というものだ。それに言わせてもらうが、俺はお客様を騙すようなことは一切していない。お客様の要望をきめ細やかに聞いた上で商品説明をしっかりしてご納得いただいて買ってもらっている。修理や点検のご説明だってエンジニアに勝るとも劣らぬ詳しさでご説明している。前の店長には、太田はエンジニアにもなれるんじゃないかって冗談で言われたくらいだ。もっとも俺は手先があまり器用ではないのでエンジニアにはなれる気がしないが、それほど商品知識を身につけているのに口先だけで騙して売っていると言われちゃたまらない。ただいくら頭に来るとはいえ、俺も一応大人だ。同じ店舗にいるわけではないので無用ないざこざは避けたくて、これまで近藤に言い返すことはしてこなかった。しかし同じ店舗、しかも向こうが店長としてやってくるとなると話は別だ。しかもなんと近藤は志願して俺のいる店舗の店長になったらしい。これは俺に直接嫌がらせをしたいということではないのか。俺は新年早々嫌な予感でいっぱいになった。案の定近藤店長は移動してすぐから俺に嫌がらせをしてくるようになった。太田、俺が店長になったからには今までみたいなお前の横暴は許されないぞ。店長、俺横暴とかしてないんで本当。横暴ってなんだよ。横暴って何にも思い当たる節がなくて少し呆れ声で否定する。太田、お前無断遅刻しやがったな。数字を上げてれば何でも許されると思ったら大間違いだぞ。給料から引いとくからな。え、店長、遅刻じゃないです。今日はお客様のところに直行してから出社すると昨日もお伝えしましたし、ホワイトボードにも書いてあるはずです。何言ってるんだ？ホワイトボード見てみろ。何も書いてないじゃないか。そんなはずは。え？俺は確かに昨日、沢本様直行、11時出社予定と書いたんだ。それが跡形もなく消されていた。私も朝確かにそのコメント読みました。ジムのパートさんが緊張に声を震わせながら力添えしてくれたのだが、近藤は、バカモン！と声を荒げた。今見てみろ。何も書いてないじゃないか。それが全てだ。太田は無断遅刻で今日は欠勤扱いだからな。消されてしまったら、書いたことを証明する方法もない。現に見たという他の社員の証言まで握りつぶされてしまった。これ以上いくら否定しても無駄だ。俺はぐっと我慢して、その場から引き下がった。欠勤扱いとなると給料に直接関係するので、いくら無断遅刻をしていない自信があっても、これ以上欠勤扱いを課されることは避けたい。しばらく、お客様への直行はやめておくか。俺の直行が認められなかった事件は店舗内ですぐに噂として広まり、俺だけでなく他の社員も欠勤扱いに怯えて直行や直帰をしないようになっていった。近藤はこの他にも、とにかく毎日のように俺の人格否定や俺の営業スタイルを否定するようなことを言ってきた。時には俺の商談を邪魔するようなことまでしてきた。挙句の果てに店舗内セールストップの俺に対して、お前なんていてもいなくても同じと言ってくるようになった。はじめのうちは笑いながら、いてもいなくても同じならそんなにきつく当たらないでくださいよと言ってかわしていたが、それも回数が重なるとだんだん精神的にきつくなってきた。仕事が趣味の俺にとって、会社に行くのが嫌だと思うことなんて、これまでは二日酔いの朝くらいのものだったのだが、少しずつ出社するのを億劫に感じる日が増えてきた。懇意のお客様方にも
俺が近藤店長の元でやりにくそうにしているのが伝わってしまっているのか、太田さん、最近大丈夫？などと聞かれるようになった。お客様にまでご心配をかけるなんて、と俺は自分を情けなく思ったが、お客様の心遣いがありがたいのも確かだった。困ったことがあったらいつでも言ってこいよ。俺はあんな新入りの感じの悪い店長を相手にしてない。ずっと俺らの車のサポートしてきてくれてる太田さんの味方だからな。お客様が口々にそう言ってくださる。その日もバックヤードで近藤は俺をバカにしていた。お前なんてどうせろくな営業もしてこなければ無断遅刻もするし、店舗の指揮にも関わるんだよ。後輩営業君が俺を見て、ご愁傷様ですと言った風に目をそらした。いいんだよ、お前は気にしなくていい。お前は巻き込まれないようにしておけばいいんだ。目で合図する。お前なんていてもいなくても同じだ。むしろいない方がいいんだよ。いない方がいい？うちの店舗の売り上げトップは誰だと思ってるんだよ。この時ばかりは俺はさすがに腹に据えかねた。叱責続きで疲れ果てていたのも原因だろう。ふっと糸が切れたようになってしまった。いない方がいいってことでしたら、わかりました。後悔しないでくださいね。ため息とともに、そう告げる。とはいえ、これだけ愛している車の営業の仕事を、嫌な店長の存在くらいで手放す気はない。溜まっていた有給を消化してやるだけのことだ。俺は、その日から一週間の有給休暇を取ることにした。もちろん、好意のお客様方にはそれなりのご連絡をした上でだ。近藤は、一週間と言わず、一生休暇にしてしまえ、などと言ってきたが、有給休暇を取ること自体には文句はつけてこなかった。働くのが趣味みたいな俺にとって、一週間の休暇なんていつぶりだろう。突然できた休みをどう使おうか、店長の叱責から解放されて少しほっとしながら俺は店舗を後にした。店を出た俺の後を後輩営業君が何人も走ってきてくれ、太田さん、やめないでくださいね、なんて声をかけてくれた。ちょっと弱ってる今の俺は、その言葉に涙が出そうになって慌ててこらえる。やめたりなんかしないよ。でもちょっと旅行でも行って気分転換してこようかな。その間、お店のことよろしく頼んだぞ。お土産持って帰ってくるからな、と声をかけると、みんな大きくうなずいてくれた。ホワイトボードの一件の時に俺をかばってくれたパートさんも、帰りの支度をしていたのを中断して俺のところへ来てくれた。太田さん、太田さんが辞めたら私も辞めちゃいますから。近藤店長に代わってからお店なんだかやりにくくて、お願いしますよ。いやいや、俺を辞めさせないでくださいよ。ちょっと有給消化するだけなんで、また帰ってきたらよろしくお願いしますね。俺のお客様、お休みの間もご来店されると思いますが、俺から休みのご連絡はしてあるので、あんまり心配しないで店長にお任せしちゃってくださいね。そう訳ありな笑みを残して、俺は有給休暇へと突入した。休暇初日、俺は鼻歌を歌いながらキャリーケースを転がして新幹線のホームに立っていた。久しぶりの温泉旅行で、最近やられてるメンタルを回復させのんびりするのだ。一方その頃、店にはこわもてのお客様が愛車の高級車で何人も乗りつけていたという。もちろん俺が不在なことを知ってのご来店だ。そろそろ無料点検の時期だろ、と思ったら太田いないのか。トップセールスの太田がいないんだったら、店長の君に対応してもらうわ。俺のお客様の中でも一番のお得意様である沢本様は、突然ご予定が空いておしゃべりがてら1年目の無料点検のお車を入庫しにいらっしゃったそうだ。新車考えてるんだけどさ、今いい車ない？え？太田いないのか。太田いないなら店長のお前にいろいろ説明頼んじゃおっかな。店長さんなら車の知識太田より詳しいんでしょ？不在対応は太田より詳しい人間にやってもらわないと拉致開かないからな。輸入業の会社を経営されていて、とても羽振りのいい清水様は、突然気分が乗って新車の相談にいらっしゃったそうだ。ちょっと最近エンジン音が高いんだよね。何かあったのかと思ってね。
詳しく調べて原因を説明してくれないかな。弁護士の菅原様は愛車の調子が少し悪いそうだ。菅原様のお車はヴィンテージものなのでメンテナンスはしているものの時折不具合も発生してしまうのだ。ヴィンテージ車の修理となるとトップエンジニアでないと対応できないので少しお待ちいただくこともある。お待ちの時間はいつも俺が新車の説明やら新しく入荷したヴィンテージものの車の説明などをして過ごしていただくことになっていた。車両点検のお客様、新車買い替えのお客様、難しい修理のお客様、一度にそんな大量のお客様が来た上にみんな絶望鋭く車両知識や商品知識を近藤に求めるので、もともと商品知識の乏しい近藤は対応しきれなくなりスタッフルームに逃げてしまったそうだ。近藤が逃げてしまうとお三方とも他のスタッフに対応を頼むことはなく、店長が逃げるとはどういうことだ、これくらいの説明もできないのか。太田ならいつも丁寧に説明してくれるんだがな、また太田がいる時に来るわと言って笑いながらお帰りになったそうだ。そう、休みを取るにあたって俺がしたお客様へのご連絡というのは馴染みのこわもてのお客様への店長と揉めてしまったことの報告だった。建築会社の社長や輸入業に携わるお金もあってこわもてのえりすぐりの俺のお客様たちは最近の近藤と俺の様子を見ていて俺を心配してくれ、いつでも頼っていいと言ってくださっていた。それに甘えたのである。沢本様も清水様も菅原様も忙しい時間の都合をつけて翌日の開店と同時に店にご来店、一斉に近藤に商品説明や対応を求めて近藤が尻尾を巻いて逃げたというわけだ。店長なのに職務放棄してスタッフルームに逃げ帰ってしまった近藤のことは、休暇中の俺にも後輩営業くんから逐一連絡が入った。そしてお客様の対応を放り出してしまったことは俺はもとより本部のみんなにも知られることとなり、本部から調査が入ることになる。またその際にどうして俺がいきなり一週間もの有給休暇を取ることになったのかという質問も受けたそうだ。近藤は急に言い出しまして全く困ったもんですと言い逃れしようとしたらしい。本部は確かに有給を取るのは自由だからなと一旦はそれで引き下がったらしいが、店のみんなが後から本部に電話をかけて近藤店長が俺にしていた暴言の数々を報告してくれ、耐えきれなくなった俺が休みを取ったと伝えてくれたということだ。実はこれまでも一部のお客様から新しい店長が営業さんを叱りつけているのが聞こえてくる、怖いからやめてほしい、せめて叱る時は聞こえないようにしてほしいという苦情が本部に届いたことがあるらしく、言い逃れができなくなった近藤は今まで俺にしていた嫌がらせのことを認めたそうだ。商品知識の不足も問題だったが、店長の立場を利用してパワハラもどきをした社員ということで近藤は本部から研修が必要であるとみなされてしまった。当然店長のポジションも降格になってしまう。そして改めて俺の商品知識や顧客対応能力が本部や店舗のみんなから評価されることになった。俺が一週間の休暇から店に戻るとすでに近藤はお店にはいなかった。ここまでは休暇中にみんなからもらっていた情報のおかげで予測というか期待していたことだったのだが、その先が思いもよらなかったのだ。クラッカーで出迎えてくれた店のみんなに何事かと尋ねると、なんと俺が店長に就任することになったのだという。28歳での店長就任は社内でも最年少記録だそうだ。先輩のうちの誰かが店長になってくれればいいなと思っていた俺はびっくりしたが、愛するお店を店長という形で守れるようになったことは素直に嬉しかった。もちろん店長に指名されるということは本部や店舗のみんなからの評価がいい証拠でもあり、そのこともとても嬉しい。先輩方にはこれからも変わらないご指導をお願いする。そして後輩たちにもこれからいろいろと無理を言うかもしれないが支えてくれるようお願いして、俺は太田店長としての第一歩を歩き始めたのだった。
俺に力を貸してくれた沢本様、清水様、菅原様にはいくら感謝してもし足りない。もちろん本当のお礼はこれから仕事で返していくのだが、まずはお礼がてらお寿司をご一緒することにした。その時話してくれたことは、みんな前から近藤は気に食わないから何とかしてやりたいと思っていたというのだ。だから今回はいい機会だったと言ってくれたし、なんと恐れ多いことに沢本様も清水様も菅原様も俺の店長昇格祝いだと言ってお寿司代すらも払わせてくれなかったのだ。ちなみにうちの店の店長を降格になった近藤は、少しの間総務部付けで研修を受けていたが、最終的には社内便の担当になった。社内便というのは、社内の店舗同士だったり、店舗と本部の間でやり取りする書類を運ぶ係のことである。重要ではあるが、フルタイムまでは必要でないこの業務は、本来なら定年で再雇用になった職員がつくことの多い業務である。簡単に言えば、左遷だ。きっと、近藤のプライドはズタズタになっていることだろう。まあ、あれだけ俺に嫌がらせをしてきたんだ。そのせいで店舗のみんなもすっかり萎縮してしまっていたし、同情の余地はないだろう。俺が店長になって半年が過ぎた。うちの店舗は上半期の店舗別成績でぐんと売上台数を増やしている。売上台数が増えた理由は2つ。1つ目は、店舗のみんなのモチベーションが目に見えて上がったことだ。みんな前よりも生き生きと働いているし、車のことでわからないことがあると俺に積極的に聞きに来るようになった。曖昧なところを残したままでの接客がなくなったことも大きいと思う。2つ目は、お客様が友人や知人を何人も紹介してくださるようになったことだ。皆様、太田君の店舗なら安心して紹介できると言ってくださって、大切な知り合いを紹介してくれるのだ。営業冥利に尽きると言っても過言ではない。店長、今ご来店くださったお客様、清水様のご紹介だそうで、店長のご担当希望です。今日も近藤の一件の時に助けてくださった輸入業経営の清水様に紹介を受けたというお客様がお店に来てくださっている。そういえばスタッフにはこれまでよりも直行直帰を自由に取らせるようにした。近藤店長の下では、あの件以来みんな怖がって直行直帰をしなくなっていたのだが、それではもったいない。できるだけスタッフの負担を少なくしながらも、お客様の要望に応えるのには直行直帰は非常に便利な手段なのだ。これを使わない手はない。他にも勤怠関係では、普通の有給休暇はもちろんのこと、午前休や午後休を積極的に取ってもらうようにした。近藤が店長をしていた間、どのスタッフも有給消化率が非常に悪かったのだ。というか、ほとんど誰も有給を使わせてもらえなかったのだ。有給消化率の低さは離職率にもつながる。俺みたいに仕事が趣味なスタッフばかりではないことがわかっているから、俺は半休でもいいから休むようにみんなを促した。誰かが休みを取った分、他のメンバーに仕事が行くのは否定できないが、それで不満が出るのは一部の人しか有給が取れない状況にある時だと考えている。誰もが有給を消化できる状況にあれば、体力や気持ちにも余裕が生まれるし、不公平ということもなくなるので、むしろ協力体制が生まれるものだ。有給を積極的に取ってもらうようにした結果、みんなやる気も上がったようで、さらに仕事に精を出してくれるようになった。有給を積極的に取らせてくれる店長というのも、俺に対する信頼につながったように感じる。特に若手は俺のことを前よりも信頼してくれるようになった。俺はそんなお客様やスタッフからの信頼を大事に、今日も仕事に向かう。人と人とのつながりが大事というのは、別にお客様だけに対する話ではない。店舗のスタッフ間でも同じことが言える。誰だって人間関係が良くない職場に向かうのは億劫だ。人間関係がスムーズで、上司に気楽に相談ができる環境なら、みんなのびのびと自分の能力を十分に発揮してくれるものなのだ。週末のフェアだって、
店舗のみんなが心からの笑顔でやってくれるか否かで、お客様が楽しんでくれるかどうかも変わってくる。そうだ、今週末のフェアでは、本部からマスコットキャラクターの着ぐるみも借りてこようか。着ぐるみは、とにかくお子様に大人気だ。俺も新人営業だった頃には、よく着ぐるみを着たものだ。さすがに店長の立場で着ぐるみを着るわけにはいかないから、誰か若手に任せよう。いや、店長が着ぐるみを着ていたら、ギャップが面白くてウケるだろうか。店長となった今は、考えることは自分のお客様のことだけではない。店舗全体の計画や、スタッフの育成、週末のフェアのこと、月一回の店長会議で予算についても話し合わなければならない。やることはいっぱいだが、新人店長として楽しみながら進んでいこうと思う。真面目に、丁寧に、実直に、そして何よりも人とのつながりを大事にした店舗経営をしていけば、きっといいお店が作れる、と念じながら、俺は今日も仕事に取り組むのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。そうだったのね。あなたが生きていてくれて本当に良かった。彼女はそう言って小さな子供を優しく抱きしめた。わけがあり、身寄りのない子を引き取り育てていた俺。血のつながりなんて関係ない。本当の娘のように育てていた。ただ俺の娘と職場のさやかには衝撃的なつながりがあったのだ。愛おしむように頭を撫でながら静かに涙を流す姿に、俺も一緒に泣きそうになるのをぐっと耐えた。俺は及川圭介、町の小さなレストランで働いている見習いシェフだ。高校2年生の頃、俺の誕生日のお祝いに親友がご馳走してくれた店でもある。その時初めて食べたビーフシチューに感動し、次の日にはアルバイトを申し込んでいた。募集はしていないと一度は断られたけれども、俺の熱意が伝わったのか、皿洗いのアルバイトから始めさせてもらえることになった。高校卒業後は正社員として働かせてもらっている。今は少しずつ料理を任せてもらえるようになり、毎日忙しく過ごしている。俺は自分の親を知らない。物心ついた時から施設で育ち、高校卒業とともに施設を出てからは、レストランの近くにアパートを借りて暮らしていた。親がいないと言っても、今までは特に寂しいとか悲しいとか、そんなことを思うことはなかった。施設の先生はとても親切で優しかったし、周りの友人にも恵まれた。好奇の目で見てくる人はいたけれど、そんな奴らが気にならないくらいに仲がいい親友がいた。そいつの名前は牧村徹。同じ施設で育ったそいつとは同い年で、やたらと気があった。小さい頃から何をするにも一緒で、小中高と同じ学校に通い、社会人になった今でもよく会っている。徹は高校を卒業してからは、車の整備工場に勤めていた。昔から車が大好きで、機械いじりも得意だった彼は、天職だと毎日楽しそうに仕事をしていた。お互い、仕事が好きで楽しくて、違う分野でもお互いに励ましながらそれぞれ頑張っていたのだ。ドールは高校の時から付き合っている彼女がいた。彼女は美咲ちゃんと言って穏やかで優しい性格の可愛い人だった。二人は彼女の大学卒業を待って席を入れた。その2年後には可愛い女の子も生まれて、俺から見ても幸せの絶頂に見えた。ドールの娘の千里ちゃんが生まれてからはなかなか前のように会うこともできなくなったけど、トールはいつも楽しそうに笑っていて、俺も幸せを分けてもらえているような気持ちになっていたのだ。千里ちゃんも俺の名字の及川を取って、おいちゃんと呼んで懐いてくれていた。まあ、俺の持ってくるクッキーやケーキを心待ちにしていただけかもしれないけど、そんな幸せが一瞬で消えてしまうなんて夢にも思わなかった。俺の元に、訃報が届いたのは朝から雨が降っていた日だった。仕事が終わってスマホの電源を入れるとほぼ同時に見知らぬ番号から着信があった。いぶかしながら出てみるとかすれたような男性の声がした。恐れ入ります。及川圭介さんの携帯電話でお間違いないでしょうか。はい、及川ですけど。私は
牧村美咲の父親です。及川さんには娘がお世話になっていたようで。ああ、美咲さんのお父さんですか。どうしたんですか？何かありましたか？かすれたような疲れ果てたような美咲ちゃんのお父さんの声に、俺は嫌な予感がして焦った声を上げる。そんな俺に美咲ちゃんのお父さんは苦しそうな声で俺にこう告げたのだ。美咲と徹くんが交通事故で帰らぬ人となりました。あまりの衝撃に俺は声を上げることすらできなかった。美咲ちゃんのお父さんは淡々と通夜と葬式の案内を告げ、それに何とか返事をした後電話は切れた。その後のことはあまり覚えていない。職場のオーナーにこのことを告げて3日ほど休む許可をもらった。彼らの葬式は徹に身寄りがないこともあり、小さな葬儀場で営われた。俺が徹と仲が良く、美咲ちゃんや千里ちゃんと面識もあったことから、わざわざ連絡をくれたらしい。徹くんから、及川さんのことはよく聞いていました。とても優しくていい人だと、美咲や千里の誕生日の時に、ケーキをプレゼントしてくださったそうですね。二人ともとても喜んでいて、いつも自慢の親友だと話してくれていたんです。今度、及川さんの勤めるレストランに、みんなで行こうと言っていたんですが、それも叶わず。美咲ちゃんのお父さんはこらえきれない様子でおえつをこぼした。俺も涙が抑えきれずに、もうすでにハンカチがびしょびしょだ。情けないけれど、にこやかに笑っている家を見るたびに、様々な思い出が胸をよぎって涙が溢れて止まらない。どうしてこんなことに。早すぎるだろう。少し気を抜けば大声で泣き叫んでしまいそうだ。必死に耐えていると、美咲ちゃんの母親だろうか、老齢の女性に抱かれた千里ちゃんの姿が見えた。パパとママ、どうしたの？ねんねして起きないね。パパとママはね、天国の神様に呼ばれたのよ。もう起きないの。なんで？嫌だよ。起きてよ、パパ、ママ。嫌だ嫌だと泣く子供の声はさらに悲しみを煽った。会場中からすすり泣く声が聞こえる。俺も千里の純粋な悲しみに耐えることができず、さらに涙を流したのだった。あまりにも泣きすぎたのか頭が痛い。通夜が終わり、弔問客が皆帰る中、俺は会場で二人の遺影を見つめていた。二人は横断歩道を渡る途中、信号無視の車にぶつかられたらしい。子供を親に預けて久しぶりの二人での外出。そこでこんな悲劇に遭ってしまった。美咲ちゃんの両親は遅くにできた彼女をとても可愛がり、その夫の徹のこともとても大事にしてくれたそうだ。及川さん。声をかけられて振り返ると、そこには美咲ちゃんのお父さんがいた。憔悴しきった顔で、それでも弔問客への気遣いを忘れないその態度に、人の良さを見た気がした。すみません、どうしても別れがたくて。いえ、大丈夫です。私たちも同じ気持ちですから。お父さんは左足を引きずりながら俺の方へゆっくりと歩いてきた。私も妻もなかなか気持ちの整理ができません。これからのことを考えるとやりきれない気持ちでいっぱいです。そうですか。お父さんは近くの椅子に腰掛けると、ため息をついて話し始めた。私はこの通り左半身が動かなくて、孫を抱き上げることもできないんですよ。妻も持病を抱えていまして、二人とも施設に入ることに決めました。え、それでは千里ちゃんは？児童養護施設に預けることにしました。私たちには親戚がおりませんので、勝手なお願いだと思うのですが、これからも千里に会ってやってください。あの子は、あなたに懐いているようですので。ええ、もちろんです。でも、千里ちゃんが施設に入ると考えると胸が痛んだ。俺は施設にいたからそこが悪いところだとは思えない。でも、両親や祖父母と突然離れて生活するのはとても寂しいだろう。しかも祖父母が施設に入ってしまえば、なかなか会うこともできなくなってしまう。本当にそれでいいのだろうか。徹は家族に会えなくなることを望むのだろうか。あの、俺、千里ちゃんを引き取りたいです。
思わず出た言葉は俺自身も驚くものだった。しかしその言葉が自然と自分の中に入ってくる。兄弟みたいに育ったトールの忘れがたみだ。俺にとっても大事な大事な娘なのだ。頼りないと思われるかもしれませんが、千里ちゃんを大事に思う気持ちに偽りはありません。トールは俺の兄弟みたいなものでした。ならば、姪みたいなものです。寂しい思いはさせたくないです。お願いします。俺は体を直角に曲げるようにして頭を下げた。お父さんは困惑した様子で、どう返事をすればいいか考えている様子だった。俺は千里ちゃんと一緒に暮らすことになった。彼女がそう望んだのだ。ただ、しばらくの間は様子を見ることになり、養子縁組は見送られることになった。小さい子供との生活は、思っていたよりもずっとずっと大変だった。大人の俺とは全く違う生き物だということを日々思い知らされる。愛ちゃん、髪の毛結んで、可愛いにしてね。千里は何しても可愛いからな。結ばなくてもいいんじゃない？ダメよ。リボンつけるの。まだ4歳といえども、乙女心はしっかりと存在している。時にはお気に入りの服が洗濯されていて着れないと、大泣きしてパジャマで保育園へ向かった日もあった。保育園は毎日お弁当を持って行かなければいけない。実は千里はアレルギーがあり食べられない食品があるため、細心の注意を払わなければいけない。市販の食品を買うときは、しっかりと成分表示を見ることが癖になった。こういうときは自分が料理人でよかったと思う。そして何より大変なのは夜寝るときだ。夜になると両親のことを思い出してしまうらしい。夜中に突然起きて泣き出してしまうときもある。ママ、パパ。そう言って泣きじゃくる千里を抱きしめて背中をさすりながら下手くそな子守歌を歌う。調子外れの歌でも聞こえれば安心するのだろう。そうして寝かしつけるのが毎日の恒例になっていた。そんな日が続いていた時、朝起きると頭痛とめまいを感じていた。その日も日付が変わるまで千里をあやしていたからだろう。きっと寝不足だと思い、ブラックコーヒーを喉に流し込んだ。あいにく常備薬は家にはない。千里が熱でも出した時にきっと必要になるだろうから、今後は用意しておいた方がいいかもしれない。そんなことを考えながら朝の支度を始めた。なんとか保育園に送り届け、出勤した俺の顔を見るなり、オーナーが驚いた顔をした。ケイスケ、お前めちゃくちゃ顔色悪いぞ。大丈夫か？はい、大丈夫です。多分寝不足なだけで。そういえば小さい子の面倒を見ているって言ってたな。ちゃんと眠れているのか？ああ、ちょっと、まあそれはそこそこですかね。なんかあったら言えよ。でケイスケ、おい大丈夫か？のぶといオーナーの声がだんだん遠くに聞こえてくる。おかしいと思った時には俺の視界はブラックアウトしていた。気がついた時に見えたのは馴染みのない天井だった。体を起こすとそこが病院だということがわかる。おそらく俺は倒れてしまったのだろう。時計を見ると昼過ぎを指していた。あ、及川くん、目が覚めた？そう言って顔を覗き込んできたのは、俺が勤めているレストランのオーナーの娘さんであるさやかさんだった。今、看護師さんを呼ぶね。そう言ってナースコールを押す横顔をぼんやりと見る。ショートカットで快活そうな印象のさやかさんは、レストランでデザート担当のパティシエをしている。熊のような外見のオーナーとは似ていないが、性格はそっくりで、二人とも面倒見がよく豪快だ。そんな豪快さとは裏腹に、オーナーは繊細な味で美しく盛り付けた料理を作るし、さやかさんの細やかな細工のデコレーションは、常連客の中でも評判だった。気分はどう？ちょっと顔色は良くなったみたいだけど。朝よりもすっきりしてます。眠ったからですかね。そうね。過労と寝不足が原因みたいよ。大事がなくてよかった。小さい子の面倒を見ているんですってね。大変なの？いや、まあ、ちょっと夜中に泣き出したりとか、食事の世話とかなかなか大変で。そっか。最近レストランも忙しいじゃない？無理しているんじゃないかって心配してたのよ。
新作のレシピとかも考えているみたいだけど、時間あるのかって。まあ、それは子供が寝てからやってるんで。昨日寝たのは何時？え、明け方近かったかも。さやかさんは、呆れたように大きくため息をついた。あのね、あなたが体を壊したら元も子もないでしょ。このまま入院なんて言ったら、誰がその子の面倒を見るの？考えたことある？さやかさんの言葉に、俺はハッとした。俺が倒れてしまったら、千里はまた一人になってしまう。一人にしたくないからと引き取ったのに、俺がさらに彼女の心の傷を作ってしまうところだったのだ。及川くん、私もだけど、うちのお父さんもお母さんも心配してたの。大変なことがあったら頼ってほしい。幸い、うちのレストランは家族経営だから、融通なんていくらでも聞かせられるわ。日中その子を預かることだってできるのよ。でも、俺の都合でそんなご迷惑をおかけするわけには。迷惑だなんて思っていないわ。昔から子供は周りの大人が協力して育てるものなんだから。今日はゆっくり休んで。そう言って笑うさやかさんの言葉に、ちょっと肩の力が抜けたような気がした。その時、コンコンと病室のドアがノックされた。おいちゃん。そう言って飛び込んできたのは千里だった。おいちゃん、痛い？大丈夫？大丈夫だよ。もう元気元気。よかった。千里は俺にぎゅっとしがみついて離れようとしなかった。千里ちゃん、とっても心配してたのよ。そう言ったのはオーナーの奥さんだった。どうやら保育園にお迎えに行ってくれたらしい。心配してくれてありがとうな、千里。おいちゃんはいなくならない？どっか行かない？そう言って俺を見る千里は目に涙をいっぱい浮かべてとても不安そうだった。俺は何をしていたのだろう。ただがむしゃらにやるだけではかえってこの子を心配させるだけなのだ。さやかさんの言葉は本当だった。俺は小さい体を優しく抱きしめてゆっくりと頭を撫でてやった。行かないよ。どこにも行かない。ごめん。これからは気をつけるから。そう言うと、千里はさらに俺にぎゅっとしがみつくのだった。あの、及川くん、ちょっと聞いてもいいかしら。さやかさんは、先ほどまでとは打って変わって、何か考え込むような様子を見せていた。思い詰めたような小姉でそう聞いてくる。あの、千里ちゃんのご両親のお名前って、なんて言うの？え、牧村徹と美咲、ですけど、俺がそう言った途端に、さやかさんは目から涙をポロポロと流してしゃがみ込んでしまった。え、さやかさん？どうしたんですか？突然のことに俺はおろおろするばかりで何もできない。すると、千里ちゃんが俺から離れて、さやかさんのそばに行って頭を撫でてあげ始めた。お姉ちゃん、大丈夫？よしよしすると涙止まるのよ。ありがとう、千里ちゃん。そう言って、さやかさんは千里を抱きしめた。俺はどうしたらいいのかわからずに奥さんを見ると、奥さんは困ったように笑みを浮かべていた。お母さん、話してもいいかな？さやかさんが奥さんにそう言うと、奥さんは静かにうなずいた。さやかさんは涙を拭いて俺の方を見る。実はね、私はお父さんとお母さんとは血がつながっていないの。子供の頃に引き取られたの。私には弟がいた。別々の家に引き取られたと聞いていたけど、全く連絡がつかなくて、別れたきりどこにいるのかもわからなかった。名前は牧村徹。千里ちゃんのお父さん。え、それ、本当ですか？うん。千里ちゃん、昔の弟にそっくりなの。まさかと思ったけど、名前を聞いて確信したわ。そうだったのね。あなたが生きていてくれて、本当によかった。彼女はそう言って小さな子供を優しく抱きしめた。愛おしむように頭を撫でながら静かに涙を流す姿に、俺も一緒に泣きそうになるのをぐっと耐えた。ねえ、及川くん。私、千里ちゃんを引き取りたい。は、何言ってるんですか？私は千里ちゃんと血のつながりがあるかもしれないの。責任だってあるわ。いやいや、そんなのわからないじゃないですか。たとえそうだとしても、今は俺が千里の保護者です。この子が生まれた時から知ってるんだ。それに、もうどこにも行かないと約束した。俺はこの子のそばから離れない。及川くん、
さやか、及川くん、落ち着いて。今はまだ、及川くんのところに来て日も浅いし、環境を変えるべきではないと思うわ。千里ちゃんにとって、一番いい環境をみんなで考えましょう。奥さんのその言葉に、俺もさやかさんもうなずいた。それから、俺は千里をレストランに連れて行くようになった。今までは延長保育で、最後のギリギリまで保育園にいたけど、今は18時からレストランに並んでいるオーナー宅で、奥さんの世話になっている。休日も一緒に出勤して、オーナー宅で奥さんが見てくれることになった。千里ちゃんは可愛いな。天使のようだ。今日はおじさんが美味しいお子様プレート作ってあげようね。オーナーは千里にメロメロだ。がたいが良くて熊のようだと言われているオーナーだが、こうなっては威厳も何もあったもんじゃない。オーナーだけではない。従業員の先輩たちもみんな千里にメロメロだ。みんな千里に名前を覚えてもらおうと必死である。様子のおかしい大人ばっかりだけど、いつも誰かが近くにいるから、千里は寂しいと感じることが少なくなったようで、夜に泣くことも減っていった。千里がレストランの皆に慣れてきた頃に、ちょっとした事件が起こった。千里がお友達からもらったお菓子で、アレルギー反応が出てしまったのだ。幸い、大事には至らなかったが、口の周りが真っ赤になった千里を見て、背筋が凍る思いをした。千里は卵と牛乳のアレルギーがある。そのため、市販の洋菓子は食べられないものが多い。気をつけているのだが、お友達と同じものを食べたいという気持ちも理解できる。どうして千里は食べると痒くなっちゃうの？そう言って、目に涙を浮かべる千里を撫でてやることしかできなかった。及川くん、千里ちゃんのお誕生日にはケーキを作ってたって言ってたよね。牛乳と卵がダメなら、どうやって作ってたの？その日の仕事の後、さやかさんがそんなことを聞いてきた。純粋にパティシエとして興味があるのだという。家で作ってましたから、そんな大したことはできてないです。ホットケーキミックスと豆乳で生地を作って、ホイップは豆乳ホイップが市販してるんで。おいか、お前すげえな。千里ちゃんのためにそこまで頑張るなんて。俺たちの会話が聞こえたのか、先輩たちが集まってきた。そうだ、パンはどうしてるんだ？たまに千里ちゃん食べてるだろ？パンも俺が焼いてます。フランスパンとかバケットだと乳製品や卵使っていないのが多いんですけど、硬いのは食べにくいみたいなんで、オリーブオイルと豆乳を使って焼いてます。だいたい和食にしておけば安心なんですけど、やっぱり子供はオムライスとか食べたいみたいで、もうすぐ千里の誕生日なんですけど、パーティーをどうしようかと考えてて。もうすぐ誕生日なのか？じゃあここでパーティーしようぜ。オーナーだって千里ちゃんのためならダメなんて言わないだろうし。先輩のその提案に俺は目を丸くする。ケーキは任せて。腕によりをかけて大きなデコレーションケーキ作るわ。もちろん卵も乳製品も使わないやつ。じゃあ俺はパンを焼こう。ぶっちゃけ俺の方がお前よりもパン作りはうまい。だから及川、お前は千里ちゃんが一番食べたいと思ってるのを作ってやれ。適材適所だ。一番年上の先輩がそう言って、俺の肩にポンと手を置いた。千里はオムライスを食べたがっていた。もしも卵なしで作れたら？それから千里が好きなハンバーグも作ろう。コーンスープも牛乳を入れないものを作ってみよう。千里のための特別メニューを作って、喜ぶ顔が見たい。そう思うと胸が高揚してきた。それから俺は誕生日ディナーの試作に入った。千里の面倒を見てもらえてるから、レストランの厨房を借りて試作することができた。さやかさんも一緒だ。オムライスが一番難しいわよね。卵がメインみたいなものだし。だからこそ憧れがあるみたいで、どうしても食べさせてやりたいんです。そっか。その気持ちが一番のプレゼントだと思うけどね。一緒に頑張ろ。さやかさんは、そう言って俺の背中を軽く叩いた。オムライスの卵の代わりに、かぼちゃを裏ごししたものを米粉と混ぜてクレープ風に焼いてみた。見た目は薄焼き卵に見えるが、少しパタついて固めだ。豆腐はどうだ？悩む俺に、オーナーが助言をくれる。豆腐の裏ごしも加えてみたら、少し食感が柔らかくなるだろう。焼きにくくなるかもしれないが、そこは腕の見せ所だぞ。
どうやらオーナーも手を出したいけれど我慢しているらしいとさやかさんから教えてもらった。及川くん、ちょっと味見してくれる？さやかさんの手にはショートケーキがあった。案外濃い豆乳は割としっかり泡立つのね。これなら他のお菓子もアレルギー対応で作れそう。新しい販路が開けるわ。千里ちゃんのおかげね。千里のおかげ？そうよ。千里ちゃんがいなければ私もこんなに一生懸命アレルギーの勉強をしなかったし、お店に出せるほどのお菓子だって考えようとは思わなかった。お店で販売できれば千里ちゃんだけじゃなくて他のアレルギーを持つ人も食べられるんだから、いいことだらけじゃない？そうですかね。そうよ、千里ちゃんとあなたのおかげよ、及川くん。そう言ってさやかさんは微笑んで見せた。その笑顔がなんだかとても眩しく見えて、直視できずに顔が赤くなっていくのを感じていた。そして千里の誕生日、月曜日の今日はお店が休みなので俺たちの貸し切りだ。レストランの従業員と千里の祖父母も招待した。パーティー用にセッティングされたテーブルの上には千里の好物ばかりが並ぶ。俺もそうだが、コックの先輩たちもみんな一生懸命に考えて作ってくれた自信作だ。ハンバーグはつなぎをマッシュポテトで作り、オーナーが熊さんの形に仕上げた人参の蝶ネクタイやラディッシュで作られたお花などが可愛らしくて、あんなに太い指からこんなに繊細な飾り切りができるものだと感心してしまう。先輩の焼いたパンはふわふわと柔らかくていくらでも食べられそうだ。コーンスープも丁寧に裏ごしして豆乳を加えて作り、クルトンの代わりには油揚げをカリカリに焼いたものを浮かべた。そしてオムライスはかぼちゃと豆腐で作った衣でチキンライスを包み、ケチャップで千里の好きなお星様を描いた。さやかさんが作ったケーキはとても綺麗にデコレーションされていて、千里の好きなイチゴがたくさん乗っている。どの料理も千里に対する愛情がたっぷりトッピングされていた。愛ちゃんすごいね。これみんな食べられるの？うん、みんな千里が食べられるものしか使ってないからね。食べても痒くならないよ。ほんと？オムライスも？うん、そうだよ。やったー、嬉しいな。そう言って千里はぴょんぴょんと飛び跳ねて嬉しそうに笑っていた。パーティーも終盤になり、千里はお腹いっぱいになったからか、さやかさんと一緒にプレゼントでもらった絵本を読んでいた。大きな仕掛け絵本でページをめくるたびに歓声を上げている姿を見て、温かい気持ちでいっぱいになる。そんな二人の姿を遠目で見ていると、俺の隣の椅子にオーナーが腰掛けてきた。本当に千里ちゃんは可愛いな。子供はああやって笑っているのが一番だ。オーナーの口調はとても優しい。大柄でクマみたいだと言われるが、実際は妻と娘に頭が上がらない優しい人なのだ。そんなオーナーはコーヒーを一口飲むと静かに話し始めた。さやかと俺たち夫婦が血のつながりがないことは聞いたな。俺の方に問題があって子供が授からなかった。さやかは俺たちが望んで養子にしたんだ。うちに来た時千里ちゃんよりはちょっと年齢が上だったな。オーナーは昔を懐かしむように目を細めた。千里とさやかさんの小さい頃を重ねているのだろうか。さやかは聞き分けのいい良い子だったが、なかなか心を開いてくれなくてな。正直壁を感じたこともあったよ。だけど一度大喧嘩をしたんだ。あいつが小学校2年生の時だった。きっかけはほんの些細なことだったけど、さやかは家を出て行ってしまって妻と街中探したよ。やっと見つけて本気で怒って本音で話し合って、やっとその時心を開いてもらったと思う。それからは言いたいことも言い合えるようになって、まあ思春期はいろいろあったけどな、いい思い出だよ。子供っていうのは親にとって宝物だよ。血がつながっててもそうでなくても変わらないさ。きっと圭介なら大丈夫だ。いい親になるよ。困ったら何でも相談してくれ。先輩として力になる。オーナーはそう言いながら俺の背中を軽く叩いた。何よりも頼もしくて優しくて、俺は親を知らないけど、オーナーはとても優しいお父さんだと思う。そういや、さやかの弟だけど、
さやかが家に来た時には、彼は他の家に引き取られていて、その後に施設に行ったって聞いたのは、しばらく経った時だったんだ。実は、施設にいるって知った時、彼もうちで引き取ろうかって話をしていたんだ。でもな、本人に断られたんだよ。トールからも聞いたことのない事実に、俺は目を丸くする。オーナーは俺に向かって、にっと笑った。トール君は、施設に親友がいるから離れたくないって言っててな。これ、お前のことだろ。トール君にはうちのレストランも教えてあったから、誕生日にケイスケのことを連れてきたんだろう。なんだか縁を感じるな。トール君が繋げてくれたんだ。人の縁というのは不思議だよな。オーナーの言葉に、俺は驚きを隠せなかった。確かに、誕生日にこの店でご馳走してくれたのはトールだった。あいつにどんな考えがあったかなんて、もう今はわからないけど、あいつが繋げてくれた縁で、俺は今ここにいて、千里も笑ってくれている。目には見えないけれども、トールの生きた証が確かにそこにあった気がした。そんなことを考えていると、目頭が熱くなり、涙が溢れてくる。あ、おいちゃんが泣いてる。どうしたの？やだ、お父さん。おいかわくん泣かせちゃダメじゃない。おいちゃん、よしよし。泣かないで。千里がいるからね。千里が俺の頭をぎこちなく撫でる。いつも千里が泣いた時に俺がやっている仕草だ。いや、ケイスケと千里ちゃんは、もう家族にしか見えないと思ってな。そんな話をしていたんだけど、そんなこと言われたら余計涙が出ちゃいますよ。泣かせないでください。俺がそう言うと、周りの人たちも巻き込んで、大きな笑い声が響いたのだった。その夜、はしゃぎ疲れたのか、千里はレストランの椅子で眠ってしまったので、オーナーのお宅に泊めてもらうことになった。千里の寝顔を見ながら、さやかさんが静かに話し始めた。私ね、両親に似てるって言われることが多くて、養子だってことを忘れちゃうことがあるの。長い間一緒にいると、家族って似てくるものね。両親には感謝してる。育ててくれたことはもちろん、たくさん愛情を注いでもらったから。きっとね、千里ちゃんも将来そう思うんじゃないかな。及川くん、本当に千里ちゃんのことが大事ってわかるもの。さやかさんまで俺を泣かすつもりですか？ふふ、そうね。でも本音だよ。今からその調子じゃ、千里ちゃんがお嫁に行くとき、号泣しちゃうんじゃない？想像がつくわ。そうですね。今まさに嫁になんてやらんって気持ちです。あふふ。さやかさんはお腹を抱えて笑っている。彼女とは、千里の誕生日パーティーの準備の時から、なんだか距離が縮まったような気がしていた。少し前と比べても、今はとても気安く感じる。トールの姉だからだろうか。彼女といると安らげるのだ。ねえ、及川くん。私、前に千里ちゃんを引き取りたいって言ったじゃない？今も、その気持ちは変わってないんだけど、ちょっと心境の変化があって。さやかさんは、姿勢を正して俺をまっすぐと見る。緊張しているような様子に、俺まで背中がピンと伸びた。あのね、私、及川くんと千里ちゃんとも家族になりたいって思ってるの。え、それって、言わせる気？千里ちゃんのこともそうだけど、仕事にも一生懸命な及川くんのことが好きになったの。それだけ。さやかさんは顔を赤くして視線をそらした。あまりの急展開にめまいがしそうだけど、同時に嬉しくてたまらない。ああ、俺も彼女のことが好きになっていたんだ。だから、俺は、そっと彼女の手を取った。ありがとうございます。俺も、さやかさんが好きです。その時の彼女の顔を、俺は一生忘れないだろう。彼女の笑顔は、千里にもトールにも似ていて、思わず俺も笑っていた。それから20年が経った。俺はさやかさんと結婚してオーナーの店を継ぐことになった。とはいえ、まだまだオーナーも健在だ。今も元気にフライパンを振っている。20年間、いろいろなことがあったけれども、毎日家庭のぬくもりを感じられて幸せな日々だった。しかし、それもいつかは終わりが来る。今日は千里が結婚して家を出ていくのだ。千里も信頼できる男性を見つけて家庭を持つことを決めた。相手の男性は明るくて優しい人だ。
きっと幸せな家庭を築いていくのだろう。千里にはたくさんの幸せをもらった。あの時、おいちゃんと一緒に暮らしたい。と言った彼女に感謝しかない。保護者として精一杯やってきたが、今日その役目を終えるのだ。結婚式の終盤、花嫁が両親に向かって感謝の手紙を読む時間がやってきた。おいちゃん、さやちゃん、今日だけは小さい時の呼び方で呼ばせてください。そんな文面で始まった手紙だが、俺もさやかさんももう泣きそうになっていた。花嫁の父親が号泣しているなんて恥ずかしい。祖父にあたるオーナーはもうすでに号泣しているけど。おいちゃんと家族になれて本当に嬉しかった。さやちゃんもいつも私を大事にしてくれました。きっと本当のパパとママも天国で安心していたと思います。二人の娘で私はとても幸せです。昔も今もこれからもずっとずっと幸せです。本当にありがとう。これからもよろしくね、千里より。千里はそう言って泣き笑いの表情で手紙を俺に手渡してきた。千里、こちらこそ本当にありがとう。俺を親にしてくれてありがとう。お前は俺の自慢の娘だよ。そう言うと昔のように娘を優しく抱きしめた。隣では妻が涙しながらうなずいている。そんな俺たちを会場の拍手が優しく包み込んだのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。なんだあの車、青信号だったので歩道を渡ろうとしたが、スピードを落とす気配のない車が蛇行してくるのが見えて、俺は足を止めた。しかし次の瞬間、危ない！よほど急いでいたのか、その車に気づかずに、少年が横断歩道へ飛び出した。俺は急いで少年を引き戻そうと横断歩道へ足を踏み入れ、なんとか手を掴んだのだが、目を覚ますと、病院のベッドの上だった。まさかこの事故をきっかけに、俺の人生が大きく変わることになるなんて思いもしなかった。俺の名前は高橋一郎。大学を卒業後、某大手企業の営業マンとして働いていた。入社して間もない頃は、あまり仕事ができる方ではなかったが、めげずに頑張り続けた結果、徐々に契約が取れるようになり、社内でも一目置かれるまでに成長した。そんな俺には仕事を頑張る理由があった。それは大学時代に出会った妻との間に娘のゆずが生まれたことだ。この子は俺が一生をかけて守る。絶対に幸せにする。子供を授かったことで一家の大黒柱となった俺は、家族にいい思いをさせてあげたいと思っていたので、仕事にも精が出た。その甲斐あって、収入も少しずつ増え、休日は家族と少しではあるが、贅沢をして過ごせるようになり、幸せな日々を送っていた。そんなある日、俺はいつも通り会社へ向かっていた。会社は近いので、普段から歩きで出社している。そしていつも通っている横断歩道を渡ろうとしたとき、ん？なんだあの車？飲酒運転か？歩道が近づいているというのに速度を落とさず、さらに蛇行しながら近づいてくる車に気づいた俺は、信号は青だったが、この車が通り過ぎるのを待つことにした。横断歩道から少し距離を置いたところで、スマホを開き、メールをチェックしていると、俺の横を一人の少年が通り過ぎた。ふと顔を上げると、その少年はやたら急いでいるのか、蛇行しながら近づいてくる車に気づいていない様子で、横断歩道に足を踏み入れた。俺は血の気が引いて、急いでその少年を追いかけた。危ない！俺はなんとか少年の手を掴んだ。しかし次の瞬間、全身に感じたことのない激痛が走った。俺は薄れゆく意識の中で、救急車
と、なんとか声を上げた。それから手を掴んだ後、とっさに抱きかかえた少年の安否を確認しようと思ったが、ついに意識を失ってしまった。暗闇の中で、誰かが俺の名前を呼んでいる気がした。この声は、目を覚ますと、俺は白い壁に囲まれた病室のベッドの上にいた。そしてそばでは、妻とユズが心配そうに涙を流しながら俺を見つめている。はあ、一郎、パパ、よかった。目が覚めたのね。記憶がおぼろげだったが、俺は助けた少年のことは鮮明に覚えていた。あの子は、あの男の子は、命に別状はないみたいよ。妻にそう言われ、俺はほっと一息ついた。けれど、どうも妻がパッとしないというか、何か言いたそうな、何かを隠しているような、そんな表情をしていた。どうかした？あの、実は、あなたの足がね。足？俺は怪訝な表情を浮かべたまま、自分の下半身を見た。そして、右足の膝から下がないことに気がつき絶句した。え？どうして？俺の足？妻は再び泣き出した。すると、看護師と俺の手術を担当した医師が病室に入ってきて、目が覚めましたか？と、冷静な口調で、事故に遭ってから今に至るまでを淡々と話してくれた。俺の右足は膝から下を切断せざるを得ないほどの重傷だったらしい。それに俺たちを引いた車はやはり飲酒運転をしていたそうで、そのことを聞いてあの蛇行して横断歩道に迫ってくる車を思い出した。そうして片足を失った俺は義足になった。はじめは受け入れられなくて、現実逃避ばかりをしていたが、逃げていても足が生えてくるわけでもないし、何より妻とユズのために、一日でも早く退院して会社へ戻らなければ、と思うようになり、リハビリに通うようになった。俺は医師も驚くほど早く回復し、松葉杖なしでも歩けるようになった。来週には退院してもいいでしょう。退院という言葉を聞いて、俺はほっとするのと同時にめちゃくちゃ喜んだ。そんなある日、看護師さんから、助けた少年の両親から預かったと言われ、手紙を渡された。先日は、つよしを助けてくださり、本当にありがとうございました。つよしは現在入院中で、リハビリに励んでおります。もしよろしければ、お会いして謝罪をさせてください。俺は退院後、すぐに少年とその両親に会いに行った。少年の両親は、俺の姿を見るなり、この度は、本当に、申し訳ございませんでした。と、深々と頭を下げてきた。あの子の不注意のせいで、あなたの足を、本当に。母親であろう女性は言葉にならないほど泣きながら何度も何度も頭を下げた。頭を上げてください。俺の片足を犠牲にして、つよし君の命が救われたんです。俺は後悔していませんし、恨んだりもしていません。足には義足がつけられますけど、命の代わりになるものはありませんからね。それから俺は、両親に連れられ、つよし君のリハビリの様子を見に行った。そこには、車椅子から立ち上がろうと必死になる少年の姿があった。もしかして、あの子が？そう両親に尋ねると、つよし君は、下半身に麻痺が残ってしまったそうで、今後歩けるようになるかもわからない状態だと説明された。まだ小学生の少年がこれから先一生車椅子で過ごさなければならないなんて。遊びたい盛りで
自由に走り回れない苦悩を思い、もしゆずが歩けなくなったらと考えたら、ものすごく心が痛んだ。これ以上強しくんの姿を見ていると、心が持ちそうになかったので、俺は両親に、強しくんに、リハビリ頑張って、と伝えてください。それと、君を助けた人は無事退院した、とも。と言って、俺はその場を去った。療養期間を終えた俺は、数ヶ月ぶりに会社に出社した。けれど、俺の席にはすでに違う人が座っていて、見渡しても、俺の席はどこにもなかった。おお、高橋くん。退院おめでとう。社長、この度はご迷惑をおかけしました。いや、迷惑だなんてそんな。それより早速だが、社長室に来てくれないか？俺は言われるがまま、社長と一緒に社長室へと向かった。そして、大変な状況だとは思うが、営業は歩き回る仕事だ。時には走ったりもしなければならない。それでだな。残念だが、君を解雇することにした。本当に申し訳ない。営業職なので、義足の俺が用なしなのは分かっていて、覚悟はしていたのだが、やはり少し悔しかった。けれどこれが現実だ。わかりました。今までお世話になりました。社長が悪いわけではない。かといって、自分が悪いとも思っていない。俺は一人の命を救ったんだ。そう開き直った俺は、潔く頭を下げ、社長がまとめてくれたという荷物を持って会社を後にした。それからは転職活動に明け暮れた。けれど、どの企業でも、義足ではちょっと、といった反応をされ、雇ってもらえる企業が見つからずにいた。そんな状況だったので、専業主婦だった妻にパートをお願いし、貯金を切り崩しながらの生活になった。このままではいけないと思った俺は、在宅ワークをしようと思い、いろいろと調べた結果、プログラミングに行き着いた。これならパソコンに向き合うだけで歩き回らなくてもいいはずだ。そう思った俺はすぐに本屋に行き、プログラミングの本を買い、独学で学習を始めた。毎日遅くまで勉強した結果、充実したポートフォリオを作れるようになり、転職活動を再開。すると、義足でも構わないと言ってくれる企業に複数出会い、その中から在宅ワーク可能な企業を一つ選んで、ようやく転職することができた。しかし、営業と違ってインセンティブ制度がないので、どれだけ頑張っても収入は増えず、妻にパートを継続してもらっていても生活は苦しいままだった。それから数年後、娘のゆずは高校3年生になった。ゆず、進路はどうするんだ？私、美大に行きたい。ゆずは幼い頃から絵を描くことが好きで、それは成長しても変わらなかった。正直、大学に行かせてあげられるかもわからないのに、美大という普通の大学よりもお金がかかる大学へは行かせてあげられそうにもなかった。それくらい、うちの家計は火の車だった。けれど、ゆずが行きたいというのなら、行かせないという選択肢はない。そんなある日のことだった。ねえ、一郎、ポストにこんなの入ってたわよ。そう言って妻が見せてきたのは、某 IT ベンチャー企業の求人のチラシだった。内容には、体が不自由でも大歓迎と書かれていた。そして給料も今の倍以上の額を初任給からもらえるとのことだった。ここに入ればゆずの学費もなんとかなるかもしれない。そう思った俺は記載されている電話番号に電話をかけすぐに応募した。書類選考のため履歴書を送ってほしいと言われたのでその日のうちに書いて送った。
今の職場にたどり着くまで散々苦労してきたことを思い出し、もしかしたら今回も落ちるかもしれないと弱気になっていると、数日後、本当ですか？かしこまりました。では明日伺わせていただきます。なんと書類選考に合格し、面接に来てほしいとの電話が来たのだ。しかもその電話は社長から直々にいただいたもので、面接も人事ではなく社長自ら対応してくれるというのだ。これは面接する前から採用が決まったようなものなのではと少しはしゃいでしまった。だが最後まで気を抜いてはいけないと自分に喝を入れるため、強めに両頬を叩いてその日は眠りについた。翌日面接会場に着くと、すぐにこの人が社長だと分かった。その男性はそれくらい貫禄があり、頼りがいのありそうな雰囲気を醸し出していた。高橋さんですね。お待ちしておりました。どうぞおかけください。その男性は立ち上がり、そう言って俺を出迎えた。私、ここの社長をしております立花剛と申します。高橋一郎と申します。よろしくお願いします。俺は剛という名前を聞いて、もしかしてと思い、いきなりで申し訳ないのですが、小学生の頃交通事故に遭ったりしてませんか？すると男性はニコリと笑って、ええ、あの時あなたに助けてもらいました。男性が剛くんだとわかると、あの時リハビリ室で見た少年の面影がかすかに残っているように見えて、元気になったんだとしみじみ思った。そしてあの時はサッカーの練習に寝坊してしまって慌てて家を出たんです。それで突っ込んでくる車に気づけなくて、高橋さんに手をつかまれてから車の存在に気づいた時にはもう遅くてって感じで、その後両親に高橋さんは自分の右足を犠牲にして僕のことを助けたんだと聞いて、自分が今こうして生きている意味は何なのかを小学生ながら考えさせられました。そして困っている人を助けたいという結論に至ったんです。その思いは成長しても消えず、大学で学んだ IT の知識と技術を使って起業したんです。そうだったのか、すごいね。それで後遺症とかは？全くありません。当時は歩けなくなるかもしれないって言われていたんですけど、辛いリハビリにもめげずに立ち向かった結果、中学に上がる頃には普通に生活ができるようになりました。体が不自由な状態を経験したからこそ、そういった人たちの気持ちもわかりますし、何より役に立ちたいと思ったので、起業してからは体が不自由な人であっても積極的に受け入れるようにしたんです。あの時高橋さんが僕を助けてくれなかったら、今うちで働いている体の不自由な社員は苦労することになっていたかもしれません。そして何より僕は死んでいたかもしれない。その命の恩人に恩返しがしたくて、高橋さんの家のポストに求人を投函したんです。僕が無理に誘うんじゃなくて、高橋さん自身が望んできてくれないと意味がないと思ったので、高橋さん、これからよろしくお願いします。そう言って剛くん、いや立花社長は手を伸ばした。俺はその手をしっかりと掴んで、こちらこそよろしくお願いしますと固い握手を交わした。立花社長は今では起業家として複数の会社を経営しているらしく、そのどの会社でも体の不自由な人を積極的に受け入れているというそうだ。あの少年がこんなにも立派な大人になって社会のために頑張っているなんて、この時改めて右足を犠牲にしてよかったと思ったのだった。それからゆずは美大に合格し、卒業後は
個展を開くほどの画家になった。俺はというと、会社で営業をしていた時のようにバリバリ働いて、立花社長の右腕として常務に就くほどになった。収入も増えたが、それよりも人生に対する幸福度がこれまで以上に高くなり、今も家族みんなで幸せに暮らしている。人生のターニングポイントというのは、誰しもがプラスというわけではない。俺や立花社長のようにどん底に突き落とされてから人生が大きく変わった人も中にはたくさんいるはずだ。人生山あり谷ありという言葉があるように、一度谷の底まで落ちればあとは登るしかなくなる。高くジャンプするための助走だと思えばどん底の人生も悪くないと思えるはずだ。立花社長が自らの経験を生かして体の不自由な人の手助けをしようと思ったように、誰かが誰かのために何かをしてあげるという相互扶助の関係がこれまで以上に築かれていけば、日本は、いや世界はもっと平和になるはずだ。少なくとも俺と立花社長はそう思っている。そしてこれからも困っている人の助け舟になれるよう活動していこうと思っている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。わけあって音楽活動から身を引いた私、楽器に触れることもめったになくなり、一般家庭の主婦として過ごしていた。トラブルのため開演を遅らせております。息子と見に来た音楽祭にてトラブルが起きた。演奏者の到着が大幅に遅れる見込みだが、会場はすでに超満員。イベントスタッフたちが慌ただしく調整を行っている。そんな時、ママの出番じゃない？息子がそうつぶやいた。演奏に対する自信をすっかり失っていた私だが、息子に促されて舞台に出る覚悟を決める。それがきっかけでまさかあんなことになるとは。私の名前は遠山みのり。ごく一般的な家庭で主婦をやっている一児の母だ。息子は遠山明と言い、今年で10歳になる。夫の遠山隆は仕事の都合上、なかなかのハイペースで転勤を繰り返している。今住んでいる地方都市に引っ越してきたのは、つい先月のことだった。転居が多いと、それに伴って面倒な手続きをする機会も増える。私は別に良いのだが、アキラに関しては何度も何度も転校を繰り返しているので心配だ。勉強の進み方も若干違うだろうし、何より不安なのは交友関係である。毎回もう馴染めたかなという時期に転勤の話が出る。夫は息子のために単身赴任を考えたようだが、アキラが家族が離れ離れになるのは嫌だと却下した。なので、引っ越しをするときは必ず三人一緒だ。夫の隆と出会ったのは15年前のこと。不幸にも大きな事故に遭ってしまい、私は両親と妹を亡くした。一気に三人もの家族を失った私は憔悴し、完全に塞ぎ込んでしまっていた。みのりちゃん、よければうちに来ない？一人じゃ大変でしょう。事態を知った親戚の人らから、毎週のように電話がかかってきた。私の身を案じて住まわせてくれようというのだ。だけど、私はしばらく一人になりたかった。心配の声をかけられすぎて、もはや鬱陶しく感じていたのだ。
ありがとうございます。お気持ちは嬉しいのですが、私は大丈夫ですから、どうかご心配なさらず。そんな嘘をつき続け、誰の世話にもならず、一人で暮らしていた。そんな時、私の前に現れたのが、遠山隆であった。浮かない顔をされていますね。何かお悩みでも？都内のバーでしっぽり飲んでいた私に、彼はそう声をかけてきた。他人から見てもわかるほど私は落ちていたみたいだ。そこまでの自覚はなかったけれど。ええ、まあ、いろいろと。よかったら、僕が吐け口になりますよ。え？家族がみんな旅立った話なんて聞いてもらっても、ただ互いに気分を悪くするだけ。そうと分かっていたから、私は誘いを断った。一時的にでも事故のことを忘れたいから、私はお酒を飲みに行っていたのだ。それに絶望の吐け口にするなんて申し訳ない。しかし、あれ、また会いましたね。ここ行きつけなんですか？別日に同じバーに行くと、また彼と会った。いえ、まだ2回目です。え、そうなんですか？実は僕も2回目なんですよ。偶然ですね。一人になりたかったはずなのに、他人の干渉を鬱陶しく感じていたはずなのに、その後、3回4回と顔を合わせるうちに、私は彼と話すことを目的にバーに通うようになった。結局、家族を亡くしたことも相談してしまった。私が涙を流しながら打ち明けると、彼は紳士的な態度で親身になって話を聞いてくれた。苦しみを吐き出すことができ、遠山隆といると満たされるような感覚になった。ああ、そうか。私は忘れたかったんじゃない。誰かに分かってほしかったんだ。それを実感すると、彼と飲む時間はますます大切なものになった。もう何回会ったかわからない。私はいつものようにバーに顔を出した。まだ暗くなる前だが、お客さんは数名いた。その中に、真顔で頬杖をつく彼の姿があった。いつもやかましいくらいニコニコしている彼にしては、かなり珍しい様相であった。マスターに一人客であることを右人差し指を立てて伝え、彼の隣へ座った。浮かない顔をされていますね。何かお悩みでも？彼が初めて私にかけた言葉をまるまる彼に投げ返した。そのことに気づいたのか、彼はこちらを見て少しだけ微笑んだ。あのさ、みのりちゃん。ん？俺、商社に勤めててさ、この辺に住み始めたのはここ数ヶ月のことなんだ。ちょうど君と会った時期くらいだね。寂しげな声で言いながら、彼は濃いめのハイボールを一気に半分も飲んだ。マスターは私を見てレモンサワーを指さした。一杯目はいつもレモンサワーなので、顔を覚えられた私はもはやアイコンタクトで注文が成立する。すぐに視線を彼の方に戻した。でさ、その、いわゆる転勤族ってやつなんだ。言葉を詰まらせながら、彼は話の経緯を語る。なんとなく察しがついてしまった私は、なぜか拍動が激しくなるのを感じた。まだお酒は一滴も飲んでいないはずなのに。もうすぐ引っ越さなきゃならないんだ。それもかなり遠くに。
もうこの店には来られなくなる。そうなんだ。ふと私は喪失感を抱いた。同じだ。数ヶ月前に私を支配していたあの感覚と全く同じだった。ついで先ほどの緊張の理由を理解した。彼と会えなくなることが嫌だからだ。私を救ってくれた遠山隆という人は、私の中で家族と同じレベルで失いたくない存在になっていたのだ。もう家とか決まっちゃった？え？いや、まだだよ。今日転勤の事例が出たばっかりだから。そっか。あのさ、うつむいてしまい、言葉の続きを言い出せなかった。拉致が開かないと考えた私は、彼と同じようにレモンサワーを一気に半分以上飲んだ。その勢いを利用して頼み事を絞り出す。私も連れて行ってほしいの。え？いつまでも悲しみに暮れ、バーに通って酒に溺れる生活。そんなものが正しいわけがない。だったら、いっそのこと彼についていこう。心を救ってくれた彼に、知らない場所に行き、環境をガラッと変えてしまおう。そう考えての頼み事だった。さっきも言ったけど、転勤族なんだ。短期間であっちこっち行くかもしれないよ。うん。あなたさえ良ければ、私はどこへでもついていく。みのりちゃん。結局、了承してもらい、私は彼と共に全国のあちらこちらを飛び回った。バーでの出会いから数年が経過した頃、私たちはお互いに対する思いを実感し、結婚した。相変わらず引っ越しを繰り返しながら、息子を授かって幸せな時を過ごしている。ある日、アキラが学校から一枚のプリントをもらって帰ってきた。事務的な連絡のものとは違い、ポップな字体と明るいデザインが目を引く紙だ。音楽祭のお知らせ？うん、ちょっと行ってみたいんだよね。見たところ、規模の大きなイベントではないが、市民オーケストラに加え、スペシャルゲストが来るという記載がある。最近、バイオリンを始めたこともあり、アキラはそのイベントに興味津々な様子だ。勉強になることもあるかもしれないし。そういうアキラは、目を輝かせている。よほど行きたいのだろう。プリントの内容を最後まで読み終えたが、日時や場所など特に問題はない。じゃあパパも誘って行きましょうか。うん。私がうなずくと、アキラはキャッキャッと飛び回った。その様子から彼がどれほど本気で音楽に向き合いたいのかが伝わってくる。心に火をつけるような刺激になればいいなと、私も少し楽しみになった。音楽祭の当日、夫の運転で会場に向かった。もう10分遅ければ満車だったのではと思わせるほどの混雑具合で、警備員さんは大忙し。イベントの規模の割に参加者は非常に多いようだ。はぐれないよう、アキラと手をつないで進む。入り口では、人々が蛇のようにくねくねした列をなして、入り口が開くのを待っている。すごいな、まだ30分も前なのに。そうね、ここまで混むなんて思わなかったわ。入場開始は9時30分から。今はまだ9時で、夫が言ったように入場開始まではまだまだ時間がある。この地域には音楽に関心のある人が多いのだろうか。待っている間、私と旦那は雑談に花を咲かせる。
アキラは私の携帯でオーケストラの動画を見ていた。ちょっと、まだ月始めなんだから、通信料は大切にしてよね。やがて、列が進み始めた。まだ入場開始時間にはなっていないが、会場の混雑具合を見て予定を変更したのだろう。入り口では一人一部のプログラムが配布されていた。市民オーケストラや見聞きしたことのないユニット名が連なっている。地元の音楽サークルか何かかなと思ってみると、曲名の欄にアキラの好きなアニメソングが書かれていた。事前の案内にスペシャルゲストと書かれていたことを思い出し、まさかと目を見開いたが、すぐ近くにカバーと書かれていた。びっくりした。それはさすがにスペシャルすぎるか。そんなことを考えながら、紙の裏面を見た。一番上にスペシャルゲストの正体が記されている。簡単な自己紹介や実績、顔写真が載っていた。篠宮さつき。それがゲストの名前だ。天才バイオリニストとしてかなり有名な人物だ。CD を出したり、テレビに出たりと、最近ではメディアに出ることが多い。憎めない毒舌キャラで人気を博している女性だ。なるほど、それでこの混雑というわけか。会場に入り、案内されるがまま席に着いた。通路側の端に私、その右にアキラ、夫と並んでいる。二人は薄暗い中でプログラムの紙を凝視している。私も今まではそうしていたのだが、せわしなく行き来しながら電話をするイベントスタッフたちの姿が気になって見ていた。何か問題が起きたであろうことは想像に難くない。やがて、スタッフたちが裏へ行ったかと思うと、館内放送が流れた。ご来場の皆様にお知らせいたします。ただいまトラブルのため、開演を遅らせております。詳細が判明しましたら、再度ご連絡いたしますので、今しばらくお待ちいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。腕時計を見ると、もう10時を回っていた。土壇場でトラブルとなると、機材の故障か何かだろうか。ママ、いろいろと考えていた私を、不意にアキラが呼んだ。暗闇の中、舞台照明を反射する息子の目が光って見える。どうしたの？トイレ行きたい。会場を見渡すと、トイレは左前方の出入り口から行けば近そうであることがわかる。トラブルみたいだし、今のうちに行っちゃおうか。あなた、アキラをトイレに連れて行くわね。うん、わかった。一階のトイレは、それはものすごい渋滞だった。ホールから一番近い場所なので、当然といえば当然なのだけど。男女ともに10人以上は並んでおり、列が履けるにはかなり時間がかかりそうだ。我慢できそう？おっと、イベントだけでなく、こちらも緊急事態みたいだ。これなら遠くのトイレまで行った方が早いだろう。そう判断して、私はアキラの手を引いた。入場開始前に並んでいた時、外にトイレがあるのを見た気がした。そこへ向けて小走りで進む。入場者の列はすっかりなくなっていた。記憶の通り、自販機の横にトイレがある。人の姿はない。やれやれ、助かった。行ってらっしゃい。つないでいた手を離し、アキラは男子トイレへと駆け出した。待っている間にお水でも買おう。そう思ってトイレ近くの自販機へ。ん？お金を入れようと財布を探っていると、自販機の裏の茂みから小さな声が聞こえた。
衝突事故？かと思えば、今度は大きな声でそう聞こえて驚いた。120円を取り出し、500ミリリットルの水を購入。会場内は妙に暑くて喉が渇いた。補充されたばかりなのか、あまり冷たくない水で喉を潤す。手首を捻挫って、それじゃ演奏できないだろう。どうしたもんかな。先ほどから聞こえる不穏な話は何なのだろう。そもそもなぜ自販機の裏などという変な場所で電話を？そんなことを考えている間に数分経ったように感じられたが、アキラはまだ戻ってこない。お腹が痛かったのかな？そうだよね。困ったな。よりによってスペシャルゲストがそんなことになるなんて。スペシャルゲストってまさか篠宮さつきのこと？彼女目当てで見に来てる人もいるだろうに。さっきの話が本当ならイベントは大ピンチに陥っていることになる。気になったので少し覗いてみることにした。見ると電話で話しているのはイベントスタッフの腕章をつけた人物だった。しかし他のスタッフとは違ってスーツを着ている。わかった。とりあえず主催者さんには俺から話しておくから、詳しくわかったらまた電話してくれ。失礼します。彼は携帯を耳から離し通話を切った。私の視線に気づいたのか、その男性は視線を上げる。あ！バッチリと目が合ってしまった。数秒の間、お互いに何も言えない時間が生じた。ごめんなさい。裏から声が聞こえたもので、つい。いえ、こちらこそ妙な場所で、って、あれ？彼は途中で言葉を切り、私の顔をじろじろと見てきた。何か。違ったら申し訳ないんですけど、もしかして、永井みのりさんだったりします？え？名乗ってもいないのに、名前を呼ばれ、変に裏返った声で聞き返してしまった。今は結婚して、遠山みのりと言いますが、驚きのあまり、とんちんかんな回答をしてしまったが、私が永井みのりであると判断するには十分だったようだ。いや、驚いたな。こんなところでみのりさんに会うなんて。あれ、忘れちゃいました？大学で同期だった森本陽太ですよ。思い出せず、首をかしげていた私を見て、彼は自ら名乗った。名前を聞いてやっと思い出した。はあ、森本くん、気づかなくてごめん。20年とまでは言わないが、大学を卒業してからはかなり時間が経っている。私が気づかなかったのは、森本陽太のイメージが当時から更新されておらず、記憶と目の前の人物が結びつかなかったからだ。私だって当時からは変わっているはずだろうに。よく一目で分かったわね。森本くんはどうしてここに？ああ、僕ね、音楽関係のイベントを運営する会社にいるんだ。みのりさんは？私は、とそこへ。小さな足でアスファルトを擦る音とともに、私を呼ぶ声が聞こえた。ママ！お帰り、アキラ。息子がトイレから帰還。私の右手にしがみつき、不思議そうな顔で森本くんを見ている。みのりさんのお子さんですか？いや、確かに面影を感じるな。のんきに笑う彼に、アキラは少し怯えているようだ。おじさん、誰？おじさん？おじさんでしょう。もう若くないのよ、お互いね。森本くんは、見るからに落ち込んでいる。ついさっき、若かりし頃の記憶を呼び起こしたばかりということもあり、アキラの純粋な一言が
大ダメージになったようだ。で、こんなことしてる場合じゃないんだった。何があったの？実はさ、彼が言うには、この会場へ向かっていた一台のタクシーが交通事故に巻き込まれたらしい。乗っていたのは運転手とあの篠宮さつき。幸い命に別状はなく、軽い怪我で済んだと医者から連絡があったという。軽傷とは言うものの、どうやら右手首を捻挫しているらしい。バイオリニストにとっては重傷に等しい怪我だ。マジで困ったなぁ。ねえママ。ふとアキラが私の袖を引っ張って呼んだ。その目はまたキラキラと輝いている。ママの出番じゃない？え？少しの間、息子の言葉を理解できなかった。私の出番って、私がこの会場で演奏するってこと？こんなにたくさんの人の前で？ちょ、アキラ、何を？おお、そりゃいい。森本くんが大声を出すと、アキラはまたびっくりして私に隠れた。篠宮さんと主席を争った君なら舞台に立っても遜色ないよ。そういう彼の目は、アキラと同じくキラキラしている。そんなこと言ったって、バイオリンはもう10年以上まともに触ってないのよ。強いて言うなら、アキラの習い事に付き合って少し弾くくらいだ。こんな舞台で演奏ができるほどの力はもうないと思う。篠宮さつきの演奏を聴きに来ている人たちをがっかりさせる悪夢のような未来しか私には見えない。ママ、どんな人の演奏より僕はママの演奏が好きだよ。アキラ。手が震えていた。今の私に弾けるのだろうか。今の私に篠宮さつき級の演奏ができるのだろうか。そういった不安のためである。ママ。そんな私の手を、アキラが小さな手で握った。みのりさん、なんとかお願いできないかな。もう、わかったわよ。二人から送られる熱烈な視線に負け、私は舞台に立つ覚悟を決めたのだった。急いで、衣装と予備のバイオリンを借り、市民オーケストラの方々と音合わせをした。夫に説明していられるほど時間に余裕はない。すでに押しているわけだし、ずっと待たせたままで申し訳ないけど、まあサプライズってことで。おお、さすがの演奏だ。このオーケストラと合わせるのは初めてのはずなのに、完璧にマッチしてる。いや、それどころか、むしろ皆を引っ張っているようにすら感じる。ママのバイオリンはね、すごいんだよ。ああ、そうだね。本当にすごいや。近くで音合わせを見る二人。ちらりとその方を見ると、音で消されて会話は聞こえないが、笑い合ったりハイタッチしたりしていた。用意されたドレスに身を包むと、自然と背筋が伸びて遠くまで見渡せるような気がした。数分前まで騒々しくなっていた心臓は、まるで嘘であったかのように落ち着いている。続きまして、市民オーケストラによる演奏です。イベントスタッフがそう告げると、場内は拍手に包まれた。ヴィヴァルディ四季より春。放送で曲名が述べられると、指揮者が演奏開始の合図をした。空気が張り詰める。指揮棒が踊り出すのと同時に、様々な音が場内に響き始めた。明るい曲調であり、今の時期にぴったりの選曲だ。何度も弾いたことがある曲なので、もはや無意識に手が動く。視界の隅に舞台袖から私を見守るアキラの姿が見えた。は
っきりとは見えないが、喜んでくれていれば私も嬉しい。指揮者を見つつ、客席にも目を向ける。確か、あの辺だったよね。記憶を遡り、さっきまで私が座っていた場所を探す。通路側が二席空いているのは一箇所しかなく、すぐに発見。夫は、と驚いた様子でキョロキョロしていた。その姿を見ていると、なんだかおかしくなってきて、気持ちがどんどん盛り上がっていった。演奏はさらに楽しくなり、私はまるで大学時代にタイムリープしたかのような錯覚に陥った。2曲目にタイスの瞑想曲、3曲目に美しきロスマリンと続く。バイオリンが目立つ曲ばかりであり、運営はもともと篠宮さつきを大いに活かすようセットリストを組んでいたようだ。そして4曲目。これもまたバイオリンの印象が強い曲である。本日最後の演奏です。G 線上のアリア。この曲は篠宮さつきが大学時代から得意としていたものだった。彼女もそのことを自覚しており、自分のコンサートや発表会では毎回大トリに演奏していた。察するに、今回も彼女自身が曲をリクエストしたのだろう。心洗われるようなメロディーが特徴であり、私も好きな曲だ。高揚した気持ちが出てしまわぬよう、こらえながら演奏をしていった。最後の曲が終わると、客席はスタンディングオーベーションであった。久方ぶりに感じさせてもらった音楽で満たされる感覚は、本当に心地よいものだった。篠宮さつきの不在については、音合わせや他チームの演奏の間に、森本くんが事情を説明してくれたという。到着次第、演奏はできないが、トークタイムを設けることにしたらしい。そのおかげか、幕が上がって現れた見知らぬ私を、来場者たちは軒並み受け入れてくれているようだ。無論、本来のゲストの演奏を聞きに来たのにと不満を感じる人もいるだろう。それはもう仕方ないことだ。幕が完全に降り切ったのを確認し、私はアキラの待つ舞台袖へと引き返した。はい、お水とタオル。真っ先に駆け寄ってきたアキラ。私はありがたく受け取って額の汗を拭った。舞台袖には壁にかかった鏡があるのだが、そこに反射する私の顔は笑っていた。すごいよ、みのりさん。ありがとう、森本くん。よく体力が続いたなって、私もびっくり。興奮冷めやらぬまま、三人で笑い合っていると、控室の方向から一人の女性が現れた。右手首に包帯を巻いている。天才バイオリニスト、篠宮さつきだ。久しぶりね、みのり。最後の G 線上のアリア、少し演奏が荒かったわね。腕が落ちたのかしら？再会の挨拶を返す間もなく、高飛車な好評が飛んできた。うん、性格は昔から何一つ変わっていなくて、逆に安心できる。けど、まあ、私の代わりとしては、旧大点ってところよ。とても良い演奏だったわ、みのり、と、さつきさんは言ってるよ。横にいた森本くんが、篠宮語を翻訳すると、言った本人は耳を赤くしてムスッとした。うん、まともに弾いていたのは10年以上前だから、それくらいで勘弁してよ。悪かったわね。私が音楽から身を引いていた理由は彼女も知っているはずだ。そのためか、自分の発言を少し後悔しているように見えた。私がバイオリンを習い始めたのは、
小学校に上がったのとほとんど同時期だ。父親はバイオリニスト、母親はピアニストであり、両親とも音楽の世界ではそこそこ名前が知られていたらしい。家に大きな防音室があり、常にどちらかが楽器を弾いていた。そんな家庭で育った私が楽器に興味を持つのはもはや必然だった。時が流れても音楽への情熱は冷めなかった。父親を見習ってバイオリンを弾き続けた私は、某有名音大を首席で卒業するにまで至ったのだ。篠宮さつきと並んでツートップと言われていたのだが、ギリギリのところで私が競り勝った。まあ、勝ったなんて言っても私の運が良かっただけなのだが、成績を決める課題曲によっては負けていただろうから、本当のところは引き分けだ。当時から彼女にはそう伝えているのだが、運も実力のうちだと言って固くなに認めなかった。卒業後、私は日本を立ち、ドイツへと渡った。向こうの国立オケに参加し、コンサートミストレスを務めていた。私が絶望したのは、それからわずか数年後のこと。両親と妹が交通事故に遭って他界したと、日本から連絡があったのだ。妹は母親に憧れて、私と同じ音大のピアノ科を目指していた。事故に遭ったのは、その合格発表の帰り道。後で確認したところ、彼女はピアノ科首席合格だったのだという。ドイツにいた私は、葬儀や諸々の手続きのため日本に戻ったのだが、何をやっても身が入らない。泣いていても何も変わらないことは分かっていたのだが、どうしても涙は流れ続けた。葬儀には音楽関係者たちがたくさん参列していた。日本で音楽をやらないかと繰り返し勧誘されたが、亡くなった家族の思い出である音楽に触れるのが怖くて、誘いはすべて断ってしまった。篠宮さつきや森本くんも葬儀に顔を出してくれた。しかし、私に再会を喜ぶ余裕などなく、ほとんど顔を合わせずに一連の儀式は終わった。それ以降、音楽祭の日まで会うことはなかった。舞台裏でプチ同窓会が行われた。思い出話で盛り上がる中、嬉しそうに跳ね上がるアキラが口を開いた。やっぱりママのバイオリンの音が一番好き。柔らかい音で耳がキンキンしないんだ。笑顔でそう語る息子に私は小さくお礼を言った。ねえねえ、アキラくん。何？篠宮さつきはしゃがんでアキラと目線を合わせた。よしよしと頭を撫でながら言う。私の演奏はね、ママのよりもっとすごいのよ。言い訳はしたくないけれど、実際のところ私には10年以上のブランクがある。リハビリもせず勝負を挑めば、本職バイオリニストとして活躍する彼女には決して届かないだろう。私はそう自覚しているのだが、アキラに言わせればそうでもないらしい。うん、ママの方がすごいよ。うん、煽りなどではなく、アキラはまっすぐに言い放った。曇りのない純粋な瞳で、篠宮さつきを見ていた。私の演奏も聞いてみなきゃわからないでしょ？わかる。ママが一番すごい。そう、そうなのね。アキラの圧に屈したのか、彼女は立ち上がって視線をそらした。どうやら、天の尺は火の玉ストレートに弱いらしい。で、あんたはどうするつもり？え？突然問われ、
何が何だかわからなかった。困った顔をしていると、彼女は言葉を続けた。久々に弾いて、いい経験でした。で、終わり？それでいいの？私の首席卒を邪魔したくせに、いつまでくすぶってるつもりなのよ。包帯を巻いた手首を気にしながら、彼女は私に強く言った。どうするかなんて聞かれても。みのりさんの演奏は大変素晴らしいので、お披露目されることなく消えるのは非常にもったいない。世間にも私にももっと聞かせなさい。さつきさんはそう言ってるよ。また森本くんが篠宮語を翻訳した。本人の言葉よりだいぶ長かった気が。ちょっと、盛りすぎ盛りすぎ。まだそこまで言ってないじゃないのよ。これから言おうとしてたんでしょ。未来予知翻訳さ。彼女は顔を真っ赤にし、痛めていない左手で森本くんの肩をポカポカと叩いている。子供のように、違う、バカバカと言いながらである。この人、精神だけが過去から現代へやってきているのだろうか。篠宮さつきのトークショーが始まり、私とアキラは一旦外に出た。大汗をかいたので、涼みつつ飲み物を買うためだ。おお、みのり！朝と同じ自販機の前に行くと、夫と見知らぬ男性が一緒にいた。びっくりしたよ。昔、バイオリンを弾いていたことは知っていたけど、あれほどの腕前だなんて。いやー、私も驚きました。まさか、比較的近いところに、このような素晴らしいバイオリニストがいらっしゃったとは。聞くと、どうやら彼は夫の会社の専務で、名前は九条さんというらしい。バイオリンの演奏を聴くのが好きで、今回の音楽祭に篠宮さつきが出ると聞きつけてやってきたようだ。篠宮さんの大ファンでしてね。彼女が怪我をなさったことは悲しいですが、あなたを知ることができたのは大収穫でした。それはどうも。彼に向かって軽く頭を下げ、照れ隠しのために額の汗を拭った。ちなみに、どちらで音楽活動を？オケに参加されているのですか？いえ、実は何も活動していないんです。昔はやっていたのですが、いろいろとありまして、今は専業主婦をやっています。そう答えると、九条さんはがっかりした様子だ。夫の転勤が多くて、オケに所属したとしても、すぐに移籍しなければならないのです。なんて嫌みったらしいことも思ったが、言わないでおこう。そうか、君は転勤が多かったな。心を読まれでもしたのかと、私は一瞬肝を冷やした。そんなことなどつゆ知らず、夫はある提案をしてきた。YouTube なんかにアップすればいいんじゃないか？そうすれば、どこにいても世界中に届けられるし。すごい勢い。それだけ私の演奏に感激してくれたのなら嬉しいけど、はしゃぎすぎよ。それはいい。奥様、ぜひお願いします。編集は俺が手伝うよ。社内で宣伝もさせてもらいます。私抜きで勝手に話が進んでいく。YouTube に動画を投稿するというのは、悪い案じゃないし、楽しそうだ。しかし、一つ大きな問題を抱えている。じゃあ、移動できるタイプの防音室を買ってもらおうかな。専務、妻はこのように申しておりますが。そうかそうか。では、頑張って貯金しなければな。突如として無責任になる二人。あれ？そういえば、九条さんは篠宮さつきの大ファンなんだよね。ところで、篠宮さつきのトークショーが始まっていますが、ご覧にならないのですか？忘れてた！すいません、これにて失礼します。よほど楽しみだったのか、九条さんはこちらの返事も聞かず、
目を見張るようなスピードで場内へ向かった。音楽祭から数ヶ月、夫や九条さんに促され、私は本当に YouTube チャンネルを開設した。最初はカラオケで録音していたのだが、見てくれる人が増えるにつれて質が求められるようになった。夫はまだ防音室を買ってくれないので、それまではレンタル防音室を使うことにした。コンテンツとしては流行りの曲のバイオリンカバーや定番のクラシックを投稿している。それだけではつまらないので、音楽関係者との対談動画を上げることもある。私の人脈では限界があるため、しばしば音楽イベントの運営会社にいる森本くんのつてを使わせていただいている。一番再生数が伸びるのは、やはり篠宮さつきとのコラボ動画だ。なんだか複雑な気分だけどね。収録でも彼女は相変わらず高飛車で天の尺なのだが、森本くんが篠宮語を翻訳して本音字幕をつけるという変なスタイルが好評だ。もちろんメインとなるのは演奏パート。普段の篠宮さつきなら弾かないような曲を演奏することが多く、いつもと違う顔が見られると話題になった。彼女が SNS で拡散したこともあり、チャンネルは短期間でかなり伸びている。見てくれる人がかなり増えたので、篠宮さつきの結婚報告も私のチャンネルで行った。相手は森本くんだ。仕事のパートナーとしてやっていくうちに愛を育んだそうだ。彼女の言葉を翻訳できるほど理解している彼なら幸せにやっていけるだろう。私の活動に興味を持ったアキラも時折撮影に参加している。コメントで美少年だなんて言われていて、親としては嬉しくもあり少し不安でもある。しかし当の本人は演奏を極めることにしか興味がないようで、そのコメントに関しても無関心だ。この子は将来大物になって世界に羽ばたきそうな予感がする。私が志半ばで閉ざされた道をアキラなら走り切れるかもしれないと密かに期待した。音楽活動を再開してから1年と少しが経過。私は長らく避けていた両親と妹の墓参りをした。私が合唱をやめると、後ろに立つ夫と息子も目を開いた。久しぶり、3人とも。墓石はきれいに掃除されている。親戚の人たちは頻繁に来ているようだ。時間はかかっちゃったけど、私しっかり立って音楽を再開したんだ。そのきっかけはあの音楽祭である。アキラの心に火がつけばいいなと思って参加したのだが、燃え上がったのは私だった。ありがたいことにたくさんの人に聞いてもらえてるの。最初の理想とは違うけど、結果的には夢が叶って、私は今幸せだよ。風が吹いて、備えた花が揺れる。やっぱり私は音楽が好きみたい。過去の喪失から立ち直った私は、両親や妹が愛した音楽を愛し続ける。生涯にわたってバイオリニストとしての活動をやめない。そう、墓石に誓って私たちは霊園を後にした。さあ、今日も動画の収録が待っている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。